10月15から21日にかけて、フィリピン・プエルト・プリンセサで開催中の国際大会、WTT ユース・コンテンダー・プエルト・プリンセサ。男女シングルスそれぞれ5つのカテゴリーで頂点が争われる同大会に、日本からは岡本翼、大野相馬、柴田孝、小林優京、桜井花、高橋青葉、以上木下アカデミーの6名が参戦。 15から17日までは男子の試合が行われ、柴田が U13、13歳以下、男子シングルスで優勝。岡本が U17、17歳以下、U19、19歳以下、男子シングルスの2種目で頂点に立った。また大野も U15、15歳以下、男子シングルスで決勝進出を果たすなど、日本勢が大活躍した。また、 各種目の入賞者は以下の通り。U19 男子シングルス優勝。岡本翼準優勝。マンダパス。フィリピン。3位。ヤムソン。フィリピン。ライアン用。シンガポール。U17 男子シングルス優勝。岡本翼準優勝。マンダパス。フィリピン。3位。ムホ州。シンガポール。データハンフィリピン。U15 男子シングルス優勝。ムホ州。シンガポール。準優勝。 大野馬3位、柴田港、小林優雄、U13 男子シングルス優勝。柴田港準優勝、ラジオ亭、チャイニーズ大帝。3位、セラード、イングランド、ドアン・キエンタン、ベトナム、U11 男子シングルス優勝。カンウェイタツ、チャイニーズ大帝。準優勝、ビュー・ミゲル、シンガポール。3位、ジャミン、フィリピン、タン・キーゲン、ベトナム。